こんにちは。石田クリーニング未来楽しかデルリンです。竹谷もいます。はい、編集してます。はい、動画編集してます。そして、西庵ことジョムは、本丸ラジオ始めて、動画編集してます。はい、皆さん仕事してます。ここは石田クリーニング、アルファ竹原店の2階、アルファスタジオで撮っております。いろんなことやってるんですけれど ね、はい、今あの石田クリーニング新しい、洗濯瓶っていうのをやってます。これ実は私ね、お母さんにプレゼントしました。優しい。うん、だからやっぱりね、あのちょっと高齢になってきてクリーニング出すのって本当重労働、取りに行くのも重労働だと思うんですけれど、これがなんとこれ店頭で販売してるんです。こういう風にこれがお布団パック、圧縮して帰ってきます。でこっちが最速便って言って5パックで、1週間ぐらいで出来上がるかな。でオレンジ色のこれが保管パックって言って、次使うまで保管してくれる、便利ですよね。衣替えで、家で衣替えしてカットってもらったらその時に使えるので。でこれが実はですね、この中を開けてもらったらこういうふうに袋が入ってます。この中にクリーニングしたいものを入れるだけ入れてもらって、まあポケットの中は確認してね、大事なものが入ってたらいけないんで。でこういうふうに電費屋とか入ってるので書いてもらって、宅配業者に電話します。でこれをお願いするっていう簡単な、でお値段の方が5パックでこれ送料込み、安いよね。送料込みで6578円。うん、安い。ダウンとかでも大丈夫なんですよ。あの革製品とか着物とか肌着、下着、ドレスとかちょっと NG なので、やっぱりね出すのはいいけど次また取りに行くのがめんどくさかった。